アンドショルです。お世話になっております。モンリョウです。はい、今回ですけども大阪に来てます。今で、あのモンリョウが持ってるウルスをちょっと、ね、軽く運転させられて、よくわかんないところで止まってるんですけど道案内しました。そう、ちょっとね、その無茶ぶりでウルスいきなり運転してくれって言われて、それ付き合ってあげたんで逆に今からいきなりちょっとモンリョウにお願いがあって、はい、もう大阪来ることほぼないわけよ、はい、マジで人生で多分ほんまに10回もないぐらい。ないない、ほんまにない。5回ぐらいじゃない、うん、そうなんやけど、うん、なんでその俺の人生知ったの？さっき喋ったよ。もう俺の人生めっちゃ知ってる。さっき喋ったよ。なんかもう俺の昔からの連れみたいな、俺の大阪事情全部知ったみたいな感じで言ってきたけど。俺にも長い歴史があんねん。29年のうち、なんで俺が大阪に5回ぐらいしか来てんこと知ったんの？お前がそんな出会ってまだ1年2年ぐらいのレベルで。ないないってなんかもう昔からの連れみたいな、もうなんかその中学の同級生みたいな感じで知ったけど。で、ないわけで、大阪ってあんまよくわからんわけ。だから、ちょっと門領流の大阪おもてなしをしてほしいなって、はい。最大級に俺をおもてなしをしてほしい。最大級の愛で。もちろん、もちろん。うん、やる逆にここ行ったらめっちゃいいみたいな。うん、まあ、その何個か楽しませてほしいけどな。ほんまに。何個か？とりあえず飯食わん。うん、あ、まあ飯ね。あ、飯確かに大事。そう。そこも一発目どこを選ぶのかっていうの大事よな。大阪の飯屋なんてほんま行ったことほとんどないから。でも大阪の飯って言ったら1個しかないやん。大阪人は食わんけどね。何それ。そこ行っちゃう。大阪人食わないんですか？大阪人食うやろ。なんだその偏見。よくわからない。いや、大阪人食わないって全部閉まるやろ、それって店。大阪のたこ焼き全部閉まるやろ、店。食わんから、大阪人は。たこ焼きじゃん、やっぱ。たこ焼き嫌い？いや、好きやで、たこ焼き。じゃあいいよ。たこ焼きし。たこ焼き行く？うん。もてなしやろ。うん、まあ、じゃあそのうまいたこ焼きは知ってたんですけど、たこ焼きもやっぱそのあるやん、やっぱいろいろ一番のおすすめ行きたいけど、大阪一行くいいっていうところ。いいよ、姉ちゃん言うわ。姉ちゃん、はい、ちょっとあのたこ焼きさ、この辺でさ、撮影許可行けるとこさ探して今すぐ。あ、わかりました。この辺で大丈夫ですか？これマネージャーのおもてなしみたいな。マネージャーのお願いします。わかりました、任せてください。抜群にうまいとこでお願いします。だってこの辺いっぱいあるやん、別に。後ろたこ焼き屋で普通に。そう、後ろもやし前もやし、たこ焼き屋もう3つぐらい、5個ぐらいある。めっちゃ近いとこ行きます。はい、うまいところ。で、で、ヒカルさんのチャンネルでって言って、じゃあ絶対いけるから撮影許可。わかりました、お願いします。わかりました、任せてください。うまいの食いたいっす。オッケー。どうでした？バッチリです。あ、行きました。言った言った言った、はい、な、言った、言いました。ドヤ顔です。あ、自分がヒカルさんからやってました。あ、うまいですか。はい、じゃあそこ行ってもいいですか？そうですね、もうあの BGM とかも全部来てくれるので2回押さえました。マジで神、完璧やん。あざす。ちょっと行きましょう。ちょっと車誰か動かしてもらって、行かしてもらいます。神神神行きます。ウルスめっちゃいいわ、これ。モンリョウチャンネルでウルス運転したわけ、させられて。これめっちゃいいわ。そうだろ？よっぽど気に入ってんな、でも。そんなもんね。いやいや、もうマセラティとの差がすごかったよ。マセラティかっこいいんやけど、運転しやすさ。持って帰っていいでしょ。いやいや、じゃあまだ持ってこなかった。だるやん、劣化車でオフると金かかるやん。前を取り込むよ、そんなやったら。持って帰っていいよって言われて。何が回りに。どれ？どのたこ焼き屋？どこ？たこ焼き回してるとこ。誇らしいね。どないやん。どないやん、俺知っとるやん。そう。俺ウーバーでめっちゃ好きで頼む。美味しいよな、ここ。ここか。もう一つあんねん、甲賀流ってやつ。甲賀流が好きやね、私はマジで。でもこっちの方が近くて、多分マネージャーが行って1軒目で許可取れたやつ。でもさっき俺たこ焼きどこやったらどこって聞いとったけど、こんな近くあんのに。こんな近くない。どないやのこと眼中入ってなかったよ。確かに。逆にどないやねん。芸能人めっちゃ強い。お前私店内いい匂いしてんな。開いてたんや。あ、いいな。じゃあこの俺も東京でね、よく利用する隣屋さんで。ここは知らんかったの。たまたまここや。そうそう、ほんまにここや。俺マジで好きすぎて、ウーバーで何回か頼んだりするぐらい関西の味が好きや。ちょっと考えるわ、もてなしコース。とりあえずご飯食べてもらって、うん、腹ごしらえ。むずいわ、どうしよう。無難やな、隣屋。俺も知っとうからさ、うまいんだ、やっぱ。ほんまにメニューのあれがないらしいんで、写真だけ。明太子マヨネーズすごと特製ソース。私は醤油がいい。それじゃあ3つで OK です。さあ、これ安いんやって、また値段が。たこ焼きって頭回らへん、どうしようか考えて。普段だから誰かをもてなすってことをしてないから。そうなんだ。してないよ、そんな。だからなんだ。される側や、うん、俺も、される側とされる側が出会ったらどっちが癖やん。それはもう今そういう状況起きておうかな。もう結局矛と盾の戦いやから、される側される側で巡り合ってしまった場合は、どっちかがされる側でどっちかがする側にならへんかったのかなってたんだよね。どうしようかな、マジで。まあ考えても無人島に2人で行った時考えてみてほしいんで。無人島誰かと行ったら誰かに何かさせるやん。でも逆に同じさせる側の人間の俺と行ってしまった場合は、俺の方が虫弱いから虫倒さなあかんし。虫倒せます？いける。でもこんだけ無理やったらやらなしゃあないってことやな。だからまあどっちの方が虫に対してのあれがあるからな、体勢が。俺虫やばいよ、ほんまに。知ってるよ、ゴキブリの。俺恐ろしいから虫倒したことないから、倒したこと一度もないよ、ゴキブリ。ねえ、どうしよう、何したい。おもてなしって何？大阪やと言ったらたこ焼きやろ。まあ、た
撃したやん。大阪っつってなんだよな。ユニバ。ああ。持ち主が疲れる、まあまあ、疲れるだけやけど。まあ行ったことほとんどないからな、ユニバ。これも修学旅行ぐらいじゃん。スパイダーマンすげえなと思った。乗った時初めて。え、大阪でたこ焼きとユニバ以外なんかある？一緒に考えて。出てこいな、ほんまに。道頓堀飛び込む。ああ、道頓堀ある。あ、でも危ないよな、クロールするのな。いや、あんま分からん。大阪って何があるやろな。東京の次みたいな、発展してますっていうの分かるけど、大阪名物って言ったらなんかあんまり出てこない。パッと出てこない。でもその2つじゃない、王道。まあ、吉本新喜劇くらい。あー、お笑いの聖地。めっちゃ近いで、ここ今南やから。南の帝王とかな、これ。そう。夜は栄えとんやったら。夜は栄えとん。夜は絶対北新地やな。別に自分のお店がどうとかじゃなく。ホストンすごいんや、新地って。うん、ポストない、一軒も。あ、ない。あ、そうなの。南と梅田しかない。ポストは南がすごいやっぱ。うん、南か梅田かな。そっか、歌舞伎町とかって両方あるもんね。あ、悪い。あ、銀座はないやん、そんな感じ。あ、なるほどね。そう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 、銀座みたいな感じだよ、高級な。そうそう、そういうことないですよ。南が歌舞伎町みたいな。とりあえず何個か今プラン思いついたから。あ、マジで。それでいくか。オッケー。お世話になりました。あ、ありがとうございます。うまそう。きた。ありがとうございます。助かります。こちらがソース、醤油、明太マヨとなります。ありがとうございます。めっちゃ熱そうや。いただきます。熱そう。うわ、めっちゃ熱い。揚げ、うん、うまネギ、ええな。結構辛いな、これ。熱い、おいしい。うまい、最高やな、大阪やっぱ。え、でも住んどんな、あんた。大阪の方が良くない？東京の方がいい？だ、仕事が進むのが早い。確かに確かに確かに。俺はもう仕事のために東京って感じやな。打ち合わせとかだと東京ってあるけど、逆に正直仕事なかったら大阪か神戸とか。神戸いいよな。うん、無駄にちょっとおしゃれなイメージ。うんうん、私もこれ食べたい。ちょっと辛い、明太子。熱すぎ、湯気がやばい。そのさ、さっき言ってたその高刈りってとこはない、東京には。聞いたことないな。聞いたことないですね。俺普段食べたやつは全く一緒や。あ、一緒なんや。秘伝のタレやな、これ。おいしい。てかなとこの醤油食べたことないわ。醤油しか食べん。醤油かポン酢。たこ焼きに醤油って初めて聞いたこと。あんまないよ。それ聞いたことないな。うまっ。一生大阪で暮らしていくの。うん。絶対ないそれ。うん。この間、東京行ったやんか。しんどいな。めっちゃ疲れる。なんか東京っていうだけで。慣れかな、でも。住めば都って言うしね。やっぱ家ないからちゃう。俺も最初東京来るときしんどかったんですよ。めっちゃしんどい。体調めっちゃ崩そうだけど、家できたらめっちゃ楽なんだ、急に。バイさんの家いいよね。落ち着くやん。バイさん隠れない、うん、あれよかったんじゃん、伸びたんじゃん。あれ伸びたん。あれ伸びましたね。170。そんなにも私おらへんっていう。ちょっと待って。あ、食べてた、美味しい。9枚はマジで食べることない、ほんまに。俺好きやん、ほんま。俺ら結構1週間に1回は頼むやん。え、なんかご飯っていう感じじゃなくないですか。俺はちょっとそれに近い、たい焼きとかと一緒の。うん、うん、そう。でも醤油うまいな。醤油ちょっと新しいな、これ。おいしい。あ、醤油うまこれ。あ、めっちゃお金持ちがこうやって食べるっていうギャップがいいんやな。そうだから、でもやっぱ庶民の暮らしがもう当たり前にできてきたから、高級料理ほど口に合わん。いや、私もいる。コース料理嫌いよ、そもそも。同じのばっか食べたいから、コースってさ、寿司行ってもさ、寿司出てくるまで時間かかりすぎてさ、だるいやんか。それはそれで良さがあるんやけど、一般で速攻中取り切んかったらきついじゃん。最近も一番ハマっとるのがコンビニでご飯に合うものを買ってきて、岩のり、竹フレーク、ふりかけの大量にも5種類ぐらい買ってきて、それでご飯を食べるのにハマってたよ。ブレへんよな、向こう。まあ味覚はもう変わらんよ。うまいし、しかも安いし。ヒカルさんとさ、この大阪とか歩いたらさ、著作権フリーなんやろ。どうやな。めっちゃ嫌やねんけど。なんか普通は気使って取っていいんかなあかんのかなっていうくだりがあるやんか。ヒカルさんがもう著作権フリーって言ってるってことはみんなめっちゃ取るわけやん。どうぞ。意外取らへんねん。ほんま？意外に盗撮みたいなことされることあんまないから。確かに一つの場所で撮影で止まっとったらあるけど、そうじゃなかったら意外にないな。みんなやっぱなんかちゃんと聞いてきてるな。でもさっきもめっちゃ人がかかりできとって。気づかれんにやすぐ気づかれるスピードが速い。俺は確かに知名度の割にやっぱり髪型やんな。でもな、一番は。うん、しかもなんかもう最近さ、やばいやん勢い。あ、でも前そのオーラがな、最近すごいって言って結構やってもほんまに一部あるやん、うん、マヤスさんオーラ出始めたら。え、もともと出てるで。出てない。マジですか。うん、どんなオーラ。え、分からんけど。見えてないそのオーラ全然。じゃあ逆にいつ感じたん、マヤスさんが。どの瞬間に感じたん。マヤスやなっていうの。あー、ね、すぐ分かるやん。マヤスさんまだ気づかないな。俺多分東京行って気づかるのが多分1回とかしかないですね、一人で歩いてて。あ、一人やったらあれか、うん、でもガチでおるんやったっけ。なんかやってたよね、企画で。いや、いなかったからな、結果。ほんまに探さない。結果おらんかった。ガチで探さない。日本全部巡って行ってギリギリ使うかどうかレベルやった、マヤスさんガチで。もう前その私が泣き出すみたいなレベルの。それっておるんかね。おばらん気がするな。いや、おると思うで。なんかさ、物好きが好きさ。でもヒカルさんの方がそうかな。ヒカルさんのこと好きになる方が
物好きかもしれない。俺は多分単純に知名度とか人気でミーハーなファンも、確かにマジックかかってるよな。それはあると思う。光るっていう登録者400万人おるっていうブランドとかでみたいなのもあると思う。やっぱり門料多そうやな。多そうやな。最近さ30万人しかない、今34かとかやけど、再生数がさ合ってないの。超えてきたってこと。メイク動画で80万再生。へえー、でもそれ一番いいことやけどな。いいけどさ逆じゃない。前なんか言ってなかった、うん、登録者の割にいかへんのが普通みたいな YouTube、うん、そう、そのぐらいが一番楽しいよ俺からしたら。30万ぐらいで80万再生はそれが一番楽しい、うん、逆に登録者80万いって30万再生だったらしんどいやった。なんか普通なんじゃないそれが。それはしんどいというか俺と400万登録で400万再生そんなずっといかへん。それやっぱしゃあないよ。登録だけしておけどもミーになったって人もおるし。なんで解除してんの。ログインしてないのかアカウントに。あ、死んでるアカウント。そう YouTube ミーになったって人だったらもうアカウント置いたまんま消えるからみたいな人も多分おる。うまいわ。嬉しいね。たまにはいいわ、うん、その服めっちゃいいな。ディオール、うん、なんかおしゃれやな。かわいいです。何しよっかな。とりあえずでも1個は思いついてんけど、なんかこの撮影集中できていきなり言われてずっと頭で考えてる。何しようって会見でした。めちゃぶりで行ったよ、うん、めっちゃ伸びたよ、うん、200万超えとるじゃん。すごい。俺らの動画で一番ヒットしたのあれ。やばいや、何が良かったん、ま、これもめちゃぶりやけど、うん、これ伸びると思う。え、でもそっち乗ったウルス運転させられるのが伸びると思う。やっぱ高級車と運転させてみるってのは結構やっぱ強いと思う。引きは確かに似合ってたで。でもやろうな、まあ、あれも俺のもんやみたいなね。もう半分な。まあ、もうパクって帰ろうかなみたいな。そのまま東京持って帰っても体どこかなどうせ訴えられへんやろ。何とかごまかせるんちゃうかなみたいな。でもいいよな俺ほんまに。車好きじゃないから分からへんから。私は俺も同じ。そうかっこいいっていうだけで買った。それこそネームバリューでさ買ったから。でもあれ乗りやすいし。そうだね、低い車買うより絶対あっちの方が乗りやすいからいいと思う。なんかでもでかい企画したいな。コロナ収まったらカジノ行こう。カジノ。カジノ。海外のカジノ行こう。何もかけるの。え、カジノって何。ルーレットとかそうそうそう。やったことない。俺もないんだよ。ベルギーでは悪いけど一発でかける金額低かった。ほんまにやばいとこって。でも1000万くらいあったらめっちゃおもろいんちゃう。行きたい。やろうよ。でも私バカラしかできない。ルールバカラあるやん。バカラやりたい。じゃあ1000いや俺は。いやでも10002000くらいあいつでもただ溜め込んどうからやっぱこいつ押し入れとかもすごいへそみたいな。だって給料失うもんね、うん、しかも全然お金かけてへんから。マイナス3、2000ぐらい出した方がええわ。マスベガスで行こうじゃん。落ち着いたらほんまにでかい企画やりたいなと思う。 YouTube 初めてさ11月やろ、うん、結構すぐコロナになってさ、あんまりそういうでかい企画できてないのよ。確かに海外系もあれやし。もうすぐ1周年11月末で結構でもいい感じやな。この激戦に入った、だいぶいいで。俺でも最初言っとったやん、うまくいくっていう、うんうん、予想通りいったなって感じ。光るパワーがすごいからな。言ってたのしてん。そう、やっぱ持って生まれた魅力じゃない。30年後ぐらいほんまにめっちゃ口うるさい女帝みたいなやつやな。っていうかなんか前私のことなんか言っとったヤクザのなんちゃらみたいな人生なんかの話してるときになんかいわゆるヤクザの人生2週ぐらい終わった人みたいな。オーブな姉さんや姉さん。姉子、僕どうもね。結構私人生悟り開いてる系というか、あんま熱くならへんところがあって、その話をしてたら言われた。30年後ぐらいほんまにヤバそう。めっちゃ厳しそう。でも目標デヴィ夫人やから、ね、かっこよくない。かっこいいな。うん、ああなりたい。あなためちゃくちゃ綺麗やったし、昔今も綺麗やけど。ヤバかったよな、それ確か、うん、移動すごいな。でも今のさ技術ってすごい進んどるから、この今の俺の29歳の顔を20年後とかほぼ維持した状態でいけるらしい、今の技術。ただこの専門医みたいな聞いて、その人本当に韓国とかで美容整形とか教えたりとかしてる人で、聞いたら老化を止めることは今現状技術的にはできるらしい。ただ老けた人間を若返らすことっていうのはめちゃくちゃ難しいらしい。だから今のうちから俺らみたいな年齢からそれをやっとけばキープできるわけ。でも50歳になって老けた時から30歳戻ろうとしたらちょっとでも無理があると。だから老けへんようにするっていうのが大事って言われる。キーチとかメンテナンスするだけでずっと維持できるから、それやった方がいいよって言われた。やった方が何を。微調整らしい。やっぱ人って重力で落ちてきたやつやちょっとずつ直しらしい。そうすることでずっと落ちひんかったりとかするらしい。マジでめっちゃいいクリニックあったからこの間。あ、行っとったな。そう、俺も行ったで。あ、行ったん。めっちゃ綺麗だから。そう、あれやばいな。見ただけやから内臓。施術はしてないんや。してない。やった方がいいで。マジでびっくりした。つるんつるんだったもん。元からまあ言ってな、綺麗ですよね。いやでももっとなった。マジで結構そういうさ嘘つかんって言うタイプやから言ったろうと思ったのよ。マジでつるつるだった。言ったろうと思わんでいいけどないや、なんでさ、嘘ついて言うのが。まあね、でも俺もこう言ったけど、リップルームみたいなのがあったりとかして、芸能人は完全個室でみたいな。裏口から入って。裏口から。裏口から出れたりとか、内装とかも力入るとやばかったな。階段登るんやけど、結婚式場の階段登るんやけど、クリニックに見えへんみたいな。あれさ、結構いいところに渋谷の方にあるみたいな。
そうそう、だからそれもあの共通の知り合いの人から紹介してもらったんですよ、私動画でも言ってるけど。安定やわ、ハバヤキってなかった。てかでもヒカルさんには多分最初からこの企画されてたらさ、もてなしてめちゃめちゃ考えていいとこ連れて多分してたから、うん、逆にこんぐらいでよかったかもしれない。あ、逆になって、うん、いいとこ行くのはあるんやけど堅苦しいやん。モンドなんかほんまにだって兵庫県のどこやったっけ。あれなかったなかったな。言ったら普通のどこやったほんまに。ヒカルさんが動画で長田って言ったから結構マジでそっから言われるんだけど長田なみたいな。結構ほんまにヤバいとこやから。へえ。俺知らんねんけど全然どこか。そう、結構マジで治安悪くて育ち悪いっていう感じなん、イメージがね。別に住めばそんなことないんや、もう世間のイメージが。いや育ちは悪そうやで、まあね、うん、俺より悪そうや。別に否定してないからいいけど、うん、一応隠してきてたけど、うん、いや虫出てんやん。出てる、うん、全部出とるやん、育ちの悪さ。でも逆にその育ちの悪さが受けると思うやん。でも作ってないからよくない、うん、このままやんだって。礼儀正しすぎる人って使えるやん、一緒。あ、だから逆に受けへんっていうパターンあるやんか。だから夜の世界で成功したの一つの部分って逆にそのことを出しとったやろからとかやん。出してなかったって全部礼儀正しかったらワンチャン受けてなかったんじゃないかって説あるよな。俺もやっぱこのキャラじゃなかったら受けてなかった説ある。かしこまっとって関西弁なんか使わずにありがとうございますみたいな感じのキャラやったら受けてなかったとか、親しみやすさみたいな。東京でもほんまに門寮の知り合いかなんかっていう人たまに言うことになるんだけど、えげつい関西弁でみんな。みんななんか、おー、りょうちゃんの動画見たでみたいな感じで、友達からに声かけてるんで、あ、ひかるくんも、りょうちゃんも頼むでみたいな感じで、もう、誰だよ、この人みたいな。誰そんなん何回もあるやろ、普通に。へぇー。ほんまに、モンゴルの友達なの、それとも、それ予想っとだけだと分からんけど、めちゃくちゃ仲良そうな雰囲気出してる。おもろ。いや、りょうちゃんのあれは見たでみたいな感じで、めっちゃ仲良そうな感じで来れる。でも、そういう感じだよなと思って。ノリがね。じゃあここからどうする？たこ焼き食べて今お腹いっぱいになったから、とりあえず今1個マジで手配したから、いろいろちゃんとしたもてなしはちゃんとするから、ちょっと時間欲しいね、急すぎ、うん、だから何かしろ。え、2時間ぐらい待って。何するここで待つと。いや、どっかあるね、やばいか。でもいや大丈夫じゃない、半分ぐらい行きたい。え、ブラブラするじゃん、とりあえず、うん、一旦ちょっと時間欲しいから。オッケーオッケー、ありがとうございます、ありがとうございます、おいしかったです。ありがとうございました。ありがとうございました。ここもたこ焼き。ほんまや。すごい。ドリンクない。タピオカ。あるあるある。ここタピオカの聖地やで。やっぱ似てる？原宿と似てるな。確かに。雰囲気そんな感じっすね。ここもたこ焼き？たこ焼き。さっき言ってたんですよ。うまいって言ってた。そう。もう激戦なんやね。いっぱいあるから。確かに。激戦すぎやん。でもその中でさ、知ってるとこ選んだのすごいじゃん、さっき。アイスみたいな。有名やの。でも食べたことない。うまそう。アイスとか食べたらめっちゃ有名。食べようか。めっちゃうまそう。初めて見るこれ。え、初めて見ました。めっちゃ有名ですよ、アイスドッグ。アイスドッグすごいな。揚げパンにアイスが入ってる。絶対うまいやつ。それがうまい。食べたことない。どうしよう。世界一当たるラインあるで。世界こんな広いのに一番当たるラインあるで。これ買った方が良くない？一声100円やって。世界一当たるの安っ。安すぎやろ。これを買いやろ。世界一当たるんで。買うわ。心を知るように優しく選んであげてね。いきます。え、開けるんちゃう？あ、10円取れたんだ。そうちゃう。今も盗まれんぞ。よっしゃー、やる？うん、やりたかった。うん、まあまあそういうこと。一生っぽい、両方っぽいやん。出ない。うん、やりたい。やりたくなってまいって、やっぱり最初バカにしとったのにな。熱めっちゃ熱いですね、確かに。これをやってまうで。ピンクにするわ。いいよ。じゃあ、開けますか。お、来た来た来た。本格的第96番。え、あ、全然やばい。末吉、まあ、多分そんなよくないな。うーわ、末吉一緒やん。一緒やん、これ。待って、全く一緒。すごっ。すげえ、全く一緒に出た。えすげえ、こんなことあるんや。全く一緒に出てきた。え、逆に運命や。逆に奇跡や。すごい確率なんじゃん、これ。だってこれ96番まであるってことは100個あるとしたら 100×100 やろ。すごい確率じゃない。100分の1か。ここに来るんやで。いいか。捨てようとしてるやつ。包まなあかんから。あ、破れた破れた。雑なんめっちゃ。オッケー、じゃあ買いますか。味めっちゃ多いよ。スタンダードこんだけあるのに、代わりだね、お茶漬け味とかある。どうしようかな。アイス食べるの？アイスドッグじゃなくて。アイスドッグいくか。一番売れてるアイスドッグってどれですか？初めてでしたがバニラかな。じゃあバニラでお願いします。はい、ありがとうございます。あ、来ました。大きに来たかったんですよ。どちらから来たの？東京からちょっとフラッと来ちゃいました。どう、美味しいからね。うわ、うまそう。うわ、あ、ありがとうございます。絶対うまいですよ、これ。え、これすごいな、結構あったかい。見て、え、めっちゃうまそうやん。ありがとうございます。はい、お気に。ハロー。写真撮る。オッケー。I love you. オッケー。これは俺の兄弟。I'm brother. 双子。今は泊まりに来た。これから静かところ住んでいく。オッケー、ブラザー。写真撮って。これなし。これ写真撮ってもらっていいですか？オッケーオッケー。はい、オッケー。いや、すげえ。はい、チーズ。ありがとうございます。ありがとう。
ありがとうございます。リザードの靴買いました。あ、おどす。めっちゃ気持ちいい。おどす。ありがとうございます。ありがとうございます。上村の店救済企画とかないですか？今もうそれを考えたところです。ちょうど探してください。救いましょう。ごめんごめん、またした。その登場に来たから早く食べないと。もうそげるから。お前食べてなかったよ。アイスドッグが行きます。いただきます。うまっ。めっちゃうまい。めっちゃ溶けてる。いらん。え、いらん。食べましょう、せっかくなんで。食べた方がええで。こっちから食っていい。いいで、うまい。すごいな、大阪でもやっぱ県外やな。目立つからな。関西やし余計やばいよ。確かにダブルできてたもんな、ね、今。外国の人が話しかけた時、変なの売りつけられるんかと思った。正直あの人もなんで俺のこと知っとったかわからんけど、双子の兄弟って言われたんだから。さすがに双子は無理やね。双子は買って車の中で飲みたいもん。双子だけ買います。やば。双子買ってきます。はい。じゃあ買ってきたんで、ちょっと今からタクシーで。どこ行くんだっけ。とりあえず事務所で休憩しよう。休憩。時間が余る。ちょっと時間余るんで行きます。行列できてたもん、さっき。なかなかないもん、こんだけ派手に歩くこと。確かにね、お忍びやもんな、基本。基本フードか帽子かぶっとうから、分かるやろ、この頭しとったら。分かる。行きづらい世の中になったで。私には2組しか来てくれへんかった。私にも声かけてください、嘘でも。でもあの新地とか行ってやばいんじゃん、夜で。女の子やな。夜行ったら俺ボーイの人とか黒服の人めっちゃ声かけてくる。店長とかが結構見とる。男ファンやもんな、光る人気がすごい。今もだって後ろ見とるから。そうやって後ろずっとな。後ろはね。ちょっと距離取りながら気使いながらついてきてる。写真ね撮りたいんですけどね、撮ってたらやばいんですよ。まあもう時間がだから永遠ストップするから。でも一人二人 OK やったらさ、みんな OK と思ってくるやん。そう、まあまあ確かに。そうやな。いただきますこれ、ホワイトモカ。うまっ。ハチオルやん。危なっ。めっちゃうまいやん。まあ楽しいですけどね、おもてなしされてるかどうかいまいちわからんけど。ほんまやん。趣旨。じゃあ今からするから2時間後、自然に普通に俺がお会計済まして。俺が私だもん。はい、これみたいな。じゃあ今からちょっとギャフンと言わせるから。あるよ、そのプランが。あれ手配したけど、まあ、手配って言ってんでも俺チャーターかなんかと思ったよ。チャーター手配したんかなみたいな。急すぎんねん。ちょっとめちゃめちゃ頑張ったから。あ、来た来た来た。あ、ありがとうございます。今、疲れたわ。じゃあ行きますか。はい、音量チャンネルのガム噛んでるじゃん。本拠地にやってきました。ここでちょっとね、30分ぐらいいろんな話を、ほとんどお金の話なんですけど。お金の話ばっかりしてました。お待たせしました皆様。お茶をね、あやたかもらってね。もてなしてるやん。もてなされたわ。で、もうそろそろ準備整ったみたいで、次は絶対マシさんしっかり捉えてくださいね。私の渾身のもてなしをちょっと準備したら2時間かかったから。すいません。それは何なのか全く想像つかへんから、ほんまに。で、私服も着替えたいからちょっと。いや、それは勝手にして。そのためにここ持ってきた。じゃあね、じゃあね、ここはどっちみちもパニックになってたから、ちょっと休憩で。もうヒカルさんと歩きたくない。しゃあないな、気づかれるの。年々すごいなったんやって。やっぱり昔は男の人ばっかりって、今やっぱ女性から気づかれることも増えてきて、さっきだってパレードみたいになってる。車すごかった。車囲まれてコメント来てたで、さっきウルスでヒカルさんが乗ってるの見ましたって YouTube のコメント。すごいな、それは。特攻で来てた。まあ、知名度だけは上がり続けとうからな。好感度は一向に上がらへんけど。それがやっぱ一番困ったとこなんやな。じゃあ行く。じゃあちょっとあの着替えます、私は。まとまえてね。次の目的地向かうんですけど、もう決まったやろ。こっからが私のおもてなしやんか。本番。ああ、もうある。本番本番。リアクションよろしくね。反応薄いからあなた。オッケーオッケーオッケー。ちょっとマジでよくわからんけど。何で行くの。まあまあ焦るな焦るな。まあまあ。どうぞこちらへ。これ？え？ロールショイス。どうぞ。ロールショイス用意したの。めっちゃでかいっす。しかもこのタイプ用意する。普通もっと長いやつ用意した。なんでロールスロースで接待用でこれ用意したの。おもてなししろって言うから最新のカリナの。しかもこれすごい偶然なんやけど、俺の駐車場にウルス止まって出てん。同じ色の全く同じカリナも横にあんねん。マジで色まで一緒。一緒。すげえ。これ私ちなみにめちゃめちゃ全力尽くした2時間の編成。すごいっすね。これ用意する自分のロールスロース持ってんねんけど、それさ別にやん、知ってるやん。だからちょっと最新のカリナでご案内しようと思います。でかいな。すごい。乗ってよ乗ってよ。分かんない。使い方分かってない。開け方分からんでやばい。ロールスロースややこしすぎるっていう。開け方が違うとか分からん。だって私の車じゃないもんこれ。おー、開いた。
すごっ真っ白しかも見てちゃんと新車のあれついてる。ほんまようこれ用意したな。めちゃめちゃ頑張ったからもう、すげえなこれ。無茶ぶりですよねこの人ほんまに。すげえな。めっちゃ綺麗ですね。いかついやつこれ見て。このふかふかのこんなんまであって、この下に、うん、じゃあお願いします。どうぞ。すげえ上がランネタリウムみたいな。どうこれこそすごっちゃん。確かになこれすごいな。後ろの席リップ感すごいなこれ。前すどう確かに。いやすごいっすよ俺。ごめんね待ってもらって。渋いっすよね。多分俺以上に運転手の人が戸惑っとると思うで。全然ロールスロイスとか知ってへんから後ろの席開け方も分からない。だってな、大丈夫ですか運転。だってな、いきなりなお前運転しろって言ってとにかく急にやらしてるから。どうやって手配したんこれ。知り合いに言って。あなるほどね。おでもカリナ初めて乗ったわ。どないいいちゃんこれちょっと頑張ったんちゃん。これいいな。おーすげえ、すげえ、おーすげえ、もう一回。お前さんもう一回やるか。すごいな。うわすごっ。あーモニターほんまやテレビ見れると。うん、これ何本ぐらい使ったっけ。これは6000ちょい。6000万ですね。今買ってん、今買ってん私が。そんな分かるっすよ。そうチャーターしました。すごいなこれ。でもえ、でもこれはちょっといいんじゃない。すごいですよ、おもてなしですね、うん、これこれウルスよりでかいんじゃない。どうなんやろ。でかいですよね多分。前がかなり長いですね。見にくい。確かに見にくいっすね。軽自動車1台分ぐらいありますね。横幅一緒なんですか。横幅はウルスぐらいですかね。すごいな。ロールスロイスって高級感がちょっと違うな。シートめっちゃかっこよない。かっこいいっす。木目調でな、うんうん、おおなんかわからんけどいろんなとこ開くもんな。おすげえほらこんなグラス入っとる。ロールスロイスのレビュー動画になってるから今からちょっとね大阪といえばの場所に向かおうと思いますので、楽しむかじゃあ、はい、じゃあ運転手さんお願いします。お願いします。お願いします。運転手さんも焦っとるやろうからなこれ。事故とどうしよう思うと多分 やばいですね冷静にどうしようと思ったら6000万ですもんね。でも私のさあのロールスロイス7000万やから6800万。でもこっちの方がすごくない。すごいっす。じゃあちょっと言ったとこまで向かってくださいな。了解しました。おーすごいビップやな。おもてなし感あるなちょっと。ちょっとやっとあれ俺の本領発揮やからこれ十分やばいっすけど。もういいじゃんこれで。全然満足したけど。あま、うん、いい車やな。なんかウルスってさスポーツカータイプやからふかふか感がないわけ。こっちの方がやっぱ人乗せるための車や、うん、高級感あるわ。ビップ感やなこのロールスロイス。やっぱりウルスは自分で運転する車でロールスロイスは運転してもらう車みたいなイメージあるわ。でもちょっと運転してみたら言ってもそのウルスと変わらなそうやしな。確かに、まあ、ちょっと前が長いのが見にくいんかなやっぱちょっと。これはカルさんにふさわしい車やわ。でもやっぱ俺うるさいな私も倍違うねんね値段でも。あれ3500でこれ6000万約倍。ロールスロイス高すぎるわ。でもいいよな。女乗せるときは絶対こっちの方がいい。まあ後ろ でどうなんやろな。でも正直女子的乗せるやったらウルスになる。確かにこれって女の子ドライブ行くタイプの車じゃなくない。どっちかっておじさんが運転手つけて後ろで乗っとるみたいな感じなイメージは。それで言ったらアルファードになってまうよなやっぱり。アルファード楽よな。間違いない。運転手もやっぱヒヤヒヤするし、うんうん、乗っとる側も事故ったらどうしようっていう不安もあるやん。でもさで私が東京行った時はヒカルさんチームがさつけてくれるやん。ハイヤアルファードめっちゃ楽やもんな。最強やろ。最強アルファードマジ最強やろ。運転しやすいしちょうどいいサイズやし横幅もそんなでかくないから。横幅でかい車やっぱしんどいわ。これからヒカルさんが大阪来るときは毎回つけるわこれわざわざ借りてでも買うわ別にもう片方のロールスロイスよくない。まあまあそっかそっか。あるならいつでもあんで、うん、てかなんなら今日でもあるあれは。そっちの方がよくない。あれしようかじゃあ本来あっちの方が長いやん。あっちの方が長い。長い方が多分いいんじゃん。でもなんかさ狩りなんてさよくない。えこれって4人乗りだよ。確かにそれは思ったよな、うん、5人じゃない。この大きさから5人やと思ったらここがないから肘置きすごいもんこれ。中継ぎ作ることになるやろな。でもやっぱ県外行くの楽しいけどな俺。てか言ってたやつあれやろうよ地元ツアー。ああずっと言ってるよあれ。兵庫県な。そうそうそう。いや兵庫県は俺行きたいわ普通に。てか俺の実家来たら生姜焼き作ってくれるママ。ああ作ってくれる。俺の実家ビビるが田舎やからほんま見たらドギも抜かれるで。え見たことあんだなあれやろ草いっぱい生えてるとこやんな。そうそうそう。ほんまに行ってみたらもっと衝撃やと思う。こんなとこ住んどったんや。いやしこんなとこからスーパースターがほんまおらへんからな。逆に永田来たらいいんじゃんビビるで。永田誰かおるん有名人。知らん分からん。怖がられる地元民からさ全然やねんけどイメージが悪い。俺兵庫住んどけ永田っていうワード聞いたことほぼないもん。マジで番長とか聞いたことない。はい、西成みたいな感じ大阪。あ西成とか有名。尼崎とかさ。確かに。あそんな感じそんな感じ。永田はあんまないよな。でもコメントにも来てたで前永田って言った時に。みたいな。どっか行こうかちょっと遠出ツアー。いいな、うん、俺前相馬さんのロールスロイス24時間生活したから、うんうん、そういうのもありかもな。でも24時間もたんやん。無理無理長時間ロケ行けてまうからな。喋れるからやんか、うん、私そもそも喋り得意じゃないし。でも喋りである程度来たから人気だったんじゃん、うん、私が、うん、うん、全然私だって1回目のコラボ覚えてる。全く喋ってない、うん、でもまあそれは YouTube って不慣れな場所やったもんね。まあまあ確かに口達者じゃない。すげえ今からここからあれやで南のど真ん中道頓堀らへん通るで、めっちゃ見られそう。ちょっとあれやってよさっきみたいに。でも外多分これスモークかかったんじゃん。あ、そうなんや。じゃあ、マイスさんじゃないと思うよ。マイスさんが
丸見えやから。ロールスロイスはやっぱちょっと大御所が乗るイメージあるよな、うん、でもまだ言うて若いで29と30やで。だから俺が乗っとったら違うよな、はい、確かに。もうちょっと遊び心のある車乗っとく年齢や。ロールスってやっぱほんま40とか50で乗る車みたいな。でもそれを言うならマセラティめちゃめちゃ似合ってるけどな。一番ドンピシャじゃない。フェラーリでもないし、ランボでもないし、一番ぴったりや。普通だってフェラーリとかランボルギーニ行くからな。そうそうそう、光るって感じ。自分に SUV が似合わへんと思ったから SUV 避けたけど、ウルス乗ってみて正直似合う似合わへん関係ないなみたいな。乗ったら外からの映像なんて俺には見えへんわけやから。めちゃめちゃ気に入ってるやん。ウルスめっちゃ褒めてくれるやん。こっちの感想言ってよ今は。いやいや、まあカリナはまあ別にいいかな。まあくれるんやったらもらうけどっていうレベルよな。でも嬉しい、ウルスめちゃめちゃ褒めてくれるやん。運転しやすかったしな。カラーもしかも俺のカラーやしな。今までは東京に来てもらうばっかりやったから大阪に来るっていうのもいいな。だって前回大阪来た時は飲みに行っただけ、うん、YouTube も始めてないし、普通に友達としての時やったから、飯食って新地行ってクラブエース、うん、そう、モンリョウの崇拝されっぷりを目の当たりにしたもん。さっきの逆やから。夜の世界じゃやっぱすごいんやなっていう、ほんま思ったら全然もう別人になるというかさ、その道の極めた人って感じなのな。俺とかやったらいろんなところで知名度があるけど、モンリョウの場合はとある一定の部分の地名とか異常に高いやん。すごいな。道頓堀やで。道頓堀なんや、ここは。道頓堀感はないな。ほら、道頓堀。おーおーほら、あ、ほんまや。ほんまここや。あれドンキの俺の来たやん。懐かしいな。お、これ両国国技館じゃん。ちゃうで。ちゃうんかい。何それ、スーパーやで今。いや、あの相撲するとこじゃん。相撲取ろったからさ。あれオブジェ。でもどっちがいい、取るの。やっぱ東京の方が楽。俺からしたらもう東京しか知らんから、東京も言ってもほとんど知らんから、どっちでもいいけど、まあでも車運転しやすいのはこっちやな、間違いない。まあ絶対さ、道が広いわ、明らかに。車の交通量も少ないし。すごいな、これで少ないって思えんの。神戸から出てきて大阪運転できひんと思った。東京がエグすぎんねん。すぐ渋滞捕まるからだるいやつ。あとは県民性、東京の人は慣れ慣れしく話しかけてくることあんまないけど、大阪の人って祭り参加したお兄ちゃんみたいなノリで話しかけてくるな。今日も結構ブーブー来とったもんな。そういうの嫌じゃないタイプやんか。まあ元から関西で生まれとるからな。東京の人からしたらでもパンチきあるんやろな。じゃあちょっとここであのコーナー行っとくか。マエスの質問コーナー。イエーイ。今回ね、マエスさんが聞きたいこと一つだけお答えします。じゃあ音量さんの失恋の話とか。おー、恋愛話。まあ、基本的にモテてそうじゃないですか。振られなさそうなイメージなんで、もし振られたとか失恋したみたいな。どっちが多いかってこと。振った回数。振られることなんかあんまなくないですか。失恋はあるん、逆に。あるあるある。でもそれは好きやのに別れたとか、束縛が激しすぎるとかで自分のためにならんから別れたとか。逆にさ、自分は好きやけど向こうが興味失って振られたパターンみたいなのはない。ない、一回もないね。すごいじゃん、マイス選手。すごいんそれって。いや、すごいと思うんですよ、マイス。やっぱなかなかないんちゃう。だって私逆に男の人に浮気とかされても冷めへんもん。だから多分居心地よくて振られることがない。あ、なるほどね。モテてるじゃなくて何も言わんから、私って。向こうに振られる理由がない。だからちょっとイメージと違うか。モテてるから振られへんのじゃなく、安定なんじゃない。嫁はんみたいな。あ、結構付き合ったら長いタイプ。長いです、毎回長いです。だって楽じゃない、固定のさ、彼女ってさ、別に好きに遊ばしてくれてさ。じゃあ参考なった。まあ、ならなかったですね。でもまあ、でもモンリョさんを知れたっていう。質問ぶつけてくるな。でもどうなん、男の人ってさ、言われる方がいいんかな、ギャーギャー。人によるんじゃない。絶対言われたくないタイプやんか。言われたくないな、その。言われても聞かへんタイプやんか。多分知らんけど。まあ基本無理やろな、確かに。聞こうとしてもやっぱり体と心は別の方向向いとうから、うん、でも私、あ、これ言いたい、絶対言われることがあって。でもヒカルさんには言われたことないわ、そういえば。絶対に LINE が冷たい。絵文字がないから。別に LINE が冷たい、電話出たら怒ってるん。だから結構きついらしい、この普段の喋り口調が。思ったことないな。やろ、言われたことないわ。今そう、今言われて絵文字がないことも知った。私のことを好いてくれてる男性方からは絶対言われる、うん、俺もだって絵文字とかあんま使わへんもん。絵文字使う時基本ふざけた時やもん。冷たいって言われるね、男の人からは。それはそう思わへんもんな。絵文字こんかっても何も思わへんもんな。昔やと思ってたかもな、学生時代とかやったら。確かに絵文字なかったら俺に興味ないんかなみたいな、そういうことやろ。そういうこと、そういうこと。え、でも興味なかったらそもそも LINE しひんのに。で、一緒におっても好きなんとかめっちゃ聞いてくるから、好きじゃなかったら一緒おらんやんっていう。確かに。あとなんかもう一個聞いていいですか。お、出てきた。はい、これも恋愛絡みになるんですけど、モンリョさんってもしまあ好きな人ができたら自分から行くのか。うん、行きます、ガンガン行きます。へえ。レベルタイプやな。考えきます。アプローチすると。アプローチっていうか、めっちゃ素直に言う、普通に。めっちゃかっこいい、めっちゃ好きみたいな。早いだから、ちょっと男っぽいんじゃない、そこに関して言ったら。え、多分めっちゃ中身男やと思う。行かなそうですか。いや、行きそうでしたね。そういう人あんまおらへん、女の人で。うん、でも少ないと思う。ぐいぐい行ける人って少ない。ぐいぐいっていうか、好き好きみたいな言葉で。それはもう少なくない。心の内に秘めとくものやん、大体。で、アプローチは待つやん、大体の人は。まあ、多少好意を伝えるようなことをするかもしれんけど、あからさまに行かへんよな、多分。私だってヒカルさんにも言ったよ最初。確かに言ったっていうか、その好きとかじゃないけど、めっちゃかっこいいみたいな、ずっと見てます的な。でラファさんがさ言っ
ってくれたよね、あれ。確かに。でも別にいやらしい感じせんかったやろ、ノリっぽく行く、フラットな感じで。まあ、そこがうまいやろな。だっていきなり重たくさ、本当にみたいな感じで来られたらさ、怖いやん。でも普通にやっぱ好意持たれて嫌な人とおらへんやん、大半の人、はいはい、それはでかいよね。そうだから、ちょっと軽い感じで行く、ジャブ的な、うん、ありがとうございます。どういたしまして。前さんに質問してよ、なんか。ないやろ、そんな。俺が前さん質問。逆に音量からやったら分かるけど、なんで俺が前さん質問してなかったの、わざと兄弟で。あとじゃあもう一個いいですか。いいですよ。なんかスポーツとかはどうなんですか、運動神経。めちゃくちゃ悪いですよ。あー、悪いですか。私何にもできないです。てか歩くのも嫌なんです。常ドアトゥードアじゃないですか。歩くのも嫌だ。だから今日ちょっとさっきアメ村で歩いて、ああそうですね、めちゃめちゃバテてたし、熱いのついてて、多分ヒカルさん、俺あんま歩かへんな。そう、ヒカルさんより多分動かんと思う。最近ジム行ってるやん。俺ちょっと最近頑張ろうとしようかな。そう、でも逆すごいっすよね、動かないのにこんだけなんかスタイルいいっていうか。食べないんです。なるほどね。あ、食べないんですか。だからさっきのたこ焼きもさ4つぐらい食ってもうお腹いっぱいだし。1日何食なんですか。1食です。すごいな。じゃあもう食べへんね今日。うん、すごっ、それはやばいな。でも食べるかな、あれがだっておやつやもん、さっきも言ったけ ど、ちゃんとしたご飯を1日1食、まあ、それは確か太らんわな、太りようがないもんな、そんだけ食べへんかったらな。あと酒飲むから、酒飲んだらもうご飯食べれんくなるから。なるほどなるほど。ヒカルさんにね、1個だけね、はい、今までに言われた言葉でね、まあ別にいいねんけど、はい、ちょっとめっちゃ心に残ってる言葉が、傷ついてない、全然傷ついてないけど、なかなか言われへん言葉で。そう、あ、そう、人生においてなかなかこんなこと言ってこうへんっていう言葉があるんや。そう、言ったらいつか言ったろうと思って忘れてた。それちょっと当てるゲームする。あ、いいで、あ、絶対当たらんと思うで。それは普通の人は絶対言われへんだよ。いや、私は言われたことない。少なくとも門寮は言われたことない。それは他の人には言ってそうなの。いや、言ってない言ってない、言ってない言葉にある、ちゃんと。それが絶対当たらんと思うで。それむずいんや、結構。めっちゃむずい。それはまあ一般的に失礼ってこと。うん。失礼じゃないかな、捉え方による、そうなんや。なんやろな、めちゃめちゃって思ったことがあって。それいつらへんの話、それ最初らへん。いや、そうでもない、3回目ぐらいじゃん。あ、動画では言ってないわ。動画で言ってない、プライベートで言ってた。どういうタイミングで出たん、それ LINE なのか、それとも直接会った時なの。会ってる時、会ってる時に言ったよ、うん、会ってる時に。失礼だもん。え、失礼じゃない、私はクスッとした、うん、クスッと笑ったけど、ずっと覚えてることなんで。へぇー、マジさん分かる。いや、分からん。いや、俺もね、全然分からへんな、何に関することなんだろう。確かに、それはちょっとヒント欲しいですね。ヒントは、モンリョっていう一応ブランドがあるやんか、はいはい、に対して言う人はおらん、そんなこと。あーってこと、まあ、有名人に言う言葉ではない。そうそうそう、普通に考えたらっていうことやな。いや、さすがヒカルさんやなっていう。マイナスな発言ではない。そうやな、俺のフィルター通して全部プラスに変わるからな、うん、どんなマイナスな言葉も。そうそう。なんやろな、絶対覚えてると思うよ、言ったら。言いそうな言葉、うん、それをモンリョさんに対して言うっていうのがヤバいとかね。珍しいってこと。マイナスさんは言わへん、絶対。絶対言わへん、絶対言わへん。絶対ない、 100% ないや、うん、全然ほぼ記憶にないんやな、マジで。でも言ったら絶対思い出すと思うね。もう簡単に、ただの田舎の女とか。あ、違う違う、そういうのじゃない。あ、そういうのじゃない。うんうんうん、答え言っていい。うん、答えは何。なんか、お前と、私のことね、お前とレペゼンの丸だけやわ、みたいな。別に喋らんでいいの、みたいな。そんなん言ったんや。言ったやん、なんかコラボとかしてる時に一番素らしくて、あゆかりさんが。あーあー、言った気がする。そう、私確かに言った気がする。でさ、その今までさ、やっぱさ、気使ってもらう立場で来てたのに、お前と丸はマジでどうでもいいみたいな。どうでもいいとは言ってないけど、わかる、なんか。まあまあ、そういうことね。気を使わずに、そうそう、おるだけでなんとか動画成立するな、みたいな。ああ、言った気質は出して。そう、だから別にマイナスじゃないっていう。めっちゃ褒め言葉ですね。褒めなんそれって。最上級の褒め言葉。最上級じゃないですか。あ、そうなん、気を使わずに喋れる、ね。だからもうそれもあれや、簡単やったら、お前とおったらおもろいわの歌ってあれでしょ。ほんまにだから。全然。イーティキングやん、だから。イトキンが入った俺の。魂にやっぱ。やっぱさ、みんなモンリョさんモンリョさんみたいな感じで言ってくれるわけよ、一応ね。確かにな。そうそうそう、まあ、それはやっぱり平中で扱われてきたわけやから、間違いなくな。いろんな人からモンリョさんはどうぞどうぞみたいな感じで扱われてきたわけやもんな。確かに、まあ、雑には絶対扱われてないですよね。まあな、そうだから別にいいねんけど、そう、傷ついたとかどうこうじゃなくて、初めて言われた、マジで気使わんみたいな、お前と丸だけみたいな。動画撮りやすいって感じやな。やっぱ そうそうそう、無理して喋らんでいいから、無理して喋らずにほんまラフな感じで関西弁で普通に話せるみたいなのがいいっていう。気を使わずにな。いつか言ったろうと思って忘れてた、ずっと。まあでもそれはもう俺の最上級の褒め言葉の一つやわな。まあだから捉え方によるやん、うん、褒め言葉なら嬉しいわ。分かりやすい優しさやな。でも前さんは絶対言わんやことって。まあ前さん言わんやん、私それは絶対な。そう、でも結局どこ向かったの、木沈みかけようとしておく。確かに、うん、あとさ、ちょっとさ、これの手配にさ時間がかかりすぎてさ、2時間しかない、言うよ。ちなみに今から目的地ついて2時間。へえ。まあ楽しみにしといて、おもてなしやから。USJ とか違うの。何が。もう USJ やん。分かりやすいな。最高さやな、ほんま。もう USJ やん、間違いなく。
王道中の王道中の王道しかも大阪の名物って言ったらもうそこしかないってあれやけどな。なんでなんでなんで、もう USJ やろ。なんでなんでってかもうそこしかないやん。だってもうすぐ閉まるって言って USJ 多分あれ7時とか8時ぐらいまでやろ多分。 USJ 行こうとしたやん。だから私着替えて、うん、T シャツに関係なくない別に。USJ さっきの格好で逃げとったやろ別に。 やっぱりさカジュアルにね。あ、なるほど。なんでわかったん。いやわかるやろ道は知らんで、うん、俺は USJ とか、うんうん、やんな絶対知らんやんな。でもなんか大阪名物でってだけでも結構絞られるやん。そうやだっておもてなしって言われたってさたこ焼きとさロールスロイスとユニバーでいいやろ。まあ王道やな。そうやろ大阪フルコースみたいな。そう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 。バレた。 USJ 行くの俺。私これだってバレんようにナビさっき音消してって言ったやで。いつ以来やろ学生以来。絶叫乗れる、まあ、乗れるけど乗らん。そうな、まあ、そここだわり持ってやらせてもらってますんで。よくこういうやつおるねなんか。いや絶叫乗るのが怖いんやみたいな。いやだから例えばやで、ね、タバコ吸えるみたいな。いやいやもう吸えるけど吸わんねんって。このこだわりでやらせてもらってますんで絶叫は乗りません。でも乗りたい俺。乗ってくれば全然それは全くで下で。怖いやろ。いやいや怖いとかそういうのないんだ。ほんまに逆に怖くないから面白くないねん。わかる。ああ怖いから面白いんやろ。うんそう。俺怖くないから面白くないねん。だから乗ってもほんまにだから時間過ぎただけやなぐらいのちょっと G 感じたなって終わってまうから俺の場合。だから乗らへんねんな俺がになると。まあでも楽しもうせっかくやし。アトラクションはほんまだから厳選させてもらうでこっち。いやもちろんもちろん。要は簡単やったらバックトゥーザフューチャーとかそういうやばそうなやつ乗って、うん、うわーみたいなで楽しもうと思ったわけや、うん。それってやっぱもう普通の楽しみ方すぎて逆にそれユニバー上級者の楽しみ方じゃないよな。俺ぐらいになると上級者な。まあ上級者行ったことないのに。行ったことないけど俺ぐらい上級者やから俺はもう学生の頃行ってそんな楽しみ方あるんやって言われたぐらいから。えユニバーでもさ行ってさ動画撮っていいでユニバー。ああユニバーで、うん、あーまあ一応回すかじゃユニバーで。うんうん。ユニバーかどう。えあんまりいやいいんちゃう。でも行ったことないからあんまり。だからそういう意味で楽しいよな。じゃあここで降りてユニバー向かいたいと思います。はい、ありがとうございました。よいしょ。はい、USJ 着きました。こっから先の動画は、また別の動画でこちらチャンネル撮るんで、それを楽しみにしといてください。じゃあ、行ってきまーす。いやー、ディズニーランド楽しかったです。あ、でユニバーだ。ユニバー楽しかったです、マジで。逆にユニバーに関しては、もてなされるというよりも、もてなしちゃいましたね。いや、ほんまに、めちゃめちゃ嬉しかった。じゃあ、そっちの動画ね、上がってるのかわかんないですけど、上がったら見てください。完璧すぎた、ちょっと。いや、てかほんまにやばい。普通にテンションマックスで出てきたもん、今。まあ、そうなるやろな、やっぱり。とりあえず、次、もうだいぶ長丁場、でも、あれやもんな、もうすぐ時間が終電なので、そうそう、それまでに、もう一個は最後に、もてなし。まだある、最後ね、ほんま最後。こっからまだある。それで、締めて帰ってもらっていいんで。オッケーオッケー。気持ちよくなってもらおうかなと、最後。終電間際の。そう、終電間際の。ラスト一発。そう。いやー、疲れたけど楽しかったな。結構楽しかった。ラスト何があるのか。もうギリギリやね、時間も。終電まで。終電何時だっけ ?9 時20分とか、それぐらい。時間ぐらい。まあまあ、でも締めにふさわしいと思うよ。ちょっと私の権力を使いまくって。何があるやろな。最後締めようかなと。今まで全部すごかったけど。今までってさ、まあ、たこ焼きとロールスと USJ やから。すごいの多分俺だけよ。月1ぐらいで大阪来たいけどな。忙しいやろ。あ、でもちょっと投稿あれか、減らしたんか。ちょっとだいぶ楽になったって感じや。だって言うても近いもんね。2時間ぐらいで行けるし。早いさ、新幹線できひんのまだ。1時間とかの。それ相当できるな。1時間です。できたらやばいっすね。できたらめっちゃ楽じゃない。言って日帰りできるもんな。朝から来ればがっつり半日ぐらい持って帰れるもんな。うん、どう大阪楽しかった。うん、よかった。いや、そうやな。兵庫と近いよね。どっちかしたら関西やからか分からんけど、うん、それはちょっと境通みたいな感じ。これどの辺なの。これはもうすぐ新地。近か。約1年ぶりの新地。確かにな。あ、でも車を降りたりせえへんで、ちょっと一瞬寄ってほしいだけ。まあ、何が待ち受けたのもちょっと楽しみやな、うん、これ最後やで。車から降りずにやれるって言ってもなんかな。謎やけどな。いや、もう時間ないからさ。ちょっとちょっと。でもなんかこの意味はちょっとすごい自信ありげな。どっかから花火が見えるとかそんなんじゃないかなと思ったけど。花火、うん、ロールスロイス用意してさ、花火打ち上げると男がやることやで。逆やで。逆ってどういうことですか。男がやることやでって。じゃあ女がやりそうなことないや。あ、女がっていうか私がやな。私の権力を使ったって感じや。疲れたね。でもお疲れ様。ありがとう、大阪までわざわざ。楽しかったけど。確かに楽しかったっすね。よかった。インターコンチネンタル泊まりたいわ。なんでの。なんかあるん。高級ホテル泊まるのちょっと楽しくない。たまには昔ラファさんから。あー、懐かしいな。あ、なんかやってたな。でも大阪で今一番いいのはこれでコンラット。あー、そうなの。あー、変わったんすよ。コンラットが1位で2位が今セントリックスかな。
高級ホテルってたまに行くとなんかちょっとテンション上がるやん。高いけど狭い道入るなこれ。確かに覚えてないか。新地の道もうちょっとやばいやろ一回しか行ってない。分からんやろ道は。確かに私も未だに東京行ってもどこがどこか分からへんわ。外見てなかったしな俺行ってもタクシー乗った時。あの時も結構疲れてん。小焼きのゲリラの。いや疲れとったな。今日とかだから全然疲れずに。まあでも行っても昨日俺深夜まで撮影しとったけど、うん、両方撮ってから。てかなんでそんなストイックな。すごいねんけどエネルギーが。まあなんだろうな。楽しい、まあ、好きやからじゃない。楽しいからやろうとしたみたいな。私の本拠地に到着しました。夜の街って感じの雰囲気出てきたな。でもやっぱ人少ないわ。確かに少ないですね。仕方ないやなこういう時期やから。いつ終わるんやろガチで。いやー謎よな。海外が収まってこらなんか変わらんっぽいよ。日本から先というよりもそんなイメージあるけど。前さん前映しといた方がいいですよ。え何こっちから見て。えゆっくり行きますね。はい。え前行ってよ。なんかえやばくない。窓開けて窓開けていいからさ。えどういうことどういうこと。いやいやいやえやばいでしょこれ。そこ前にベタつけしてすごい。ヒカルさんお気を付けにお帰りくださいませ。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。すごいな。なんやこれ。ありがとうございます。ちょっと恥ずかしくなってくる。恥ずかしいな。じゃあ新大阪帰りましょう。いやじゃあ行きましょう。ありがとうございました。すごいやんこれ。何これ。すごいやんこれ。何これ。副社長権力やんか。やば。どうぞ。気分いい気分いい気分いい。なんかちょっと何人いたんですか本当に。あれ全従業員集まってすごいな。送り出せって言って確かにこれは年長しかできひん技やな。確かに社長の気分すごいな。はい大阪旅以上です。いやすごい。最後すごかったな。圧倒されましたね。ビビったビビったビビった。あれは最後にやっぱりとんでもない持ってきました。人生で初めての経験よなあの感じあれうちのスタッフっていうか全員幹部持った。最初に喋りかけてくれたのが統括。すごいな。すごい。じゃあ行きましょうか。どうですか表の下に。いやよかった。楽しかったわ。最後2つよかった。ロールスとかと、うん、クラブエースエースグループね。そうそう上げてきましたもん、ね、最後はもう急にドーンって。普通にエースグループにプライベートで1回お客さんとして普通に1回行ってみたいな、うん、あ逆に門寮にも言わずに。ああ行ってみてよフラットね。はい、というわけで今回はね本領にむちゃぶりでおもてなししてくれって言ったら結構ね即席とは思えないぐらいの。いやすごいっすね本当に、うん、おもてなし方をされたんでね楽しかったです。よかったです。概要欄の方にね本領チャンネル貼ってるんでそっちの方でも動画撮ってるんでねぜひ見てください。じゃあ今回はこれで終わります。ありがとうございました。ありがとうございます。東京帰るか。帰るか。ちょっと運転手さん東京までお願いします。あ了解しました